ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、この大きなぬいぐるみを見てみてー。これまた随分と可愛らしい人形だな。どこで買ったんだ？実はねー、UFO キャッチャーで撮れちゃいましたー。お、それは嬉しいな。その人形の大きさからすると、普通に購入すると3000円はくだらないと思うんだが、一体いくらで撮れたんだ？一回200円の台だったんだけど、後から考えてみたら30回以上は挑戦していたから。6000円もかかっているじゃないか。あらー本当ね、自分でも驚きを隠せないわ。でも自分で操作をして撮れたことに意味があるから、私は損得なんて気にしないわ。UFO キャッチャーに挑戦する人ってそういう精神の人が多いから。景品が撮れても撮れなくても気にしない人が多いイメージだぜ。そのイメージ、あながち正解かもしれないわね。そんな心強い勇士が集うゲームセンターだが、実はオワコンかなんじゃないかと噂が囁かれているのを知っていたか？え？その噂が本当なら困るわ。まだまだ腕を磨きたかったのにどういうこと？では今回の動画では、ゲームセンターのオワコンかについて解説をしていこう。この動画を最後まで見たら、いろいろな意味でゲームセンターに行きたくなること間違いなしだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはじめに挙げられる理由として外せないのが、コロナ禍だろう。当時は不必要な外出の自粛を求められていたからね。ちょっとした息抜きにゲームセンターに行くなんてことはためらわれたわよね。外出の制限もそうなんだが、ゲームセンターって不特定多数の人間が素手で触って遊ぶ必要があるだろ？おまけに密室に人が集まることが必然だから、かなりの痛手を負ってしまったんだぜ。知らない人がベタベタ触った、ということに嫌悪感を感じる人が増えたものね。警察庁の調査によると、ゲームセンターとして許可を得て営業している店舗数は、1995年には約1万9000件以上あったものの、2021年には約4000件にまで減ってしまっていると発表されているし、2022年1月には業績悪化により、ゲームセンターの代名詞であるセガが、ゲームセンター事業から事実上完全撤退をするという発表をしたんだ。ゲームといえばセガとも言われたあの大手会社が撤退を余儀なくされたのかー。これはゲームセンター業界に激震が走ったでしょうね。まあ事実上の完全撤退であり、その詳細はセガブランドがギーゴブランドに変わるものの、セガによるアーケードゲームの開発は継続されるようだぜ。企業同士が未来を見据えた末の結果ってことね。でも私、新しく開店するショッピングモール内にあるゲームセンターや、スーパーのちょっとした休憩所にあるゲームコーナーをよく目にしていたから、ゲームセンター業界は好調だと勘違いしてたわ。それは営業許可を必要としない、シングルロケというやつだな。シングルロケ？古くからあるゲーム業界用語なんだが、ゲーム専用店ではないという意味を持っていて、イメージとしては多用紙とアミューズメントマシンの併設店、カラオケ店やホテル内などに設けられているゲーム施設がこれに分類されるぜ。ということは、許可を得て営業するゲームセンターよりも、おまけみたいな感じで営業するスタイルが多いってこと？さっき、2021年に許可を得て営業しているゲームセンターが約4000件と話したが、シングルロケ店舗は約8000件もあると言われているぜ。単純計算で倍以上もあるんだ。それに合わせて、大手メーカーであるバンダイナムコやタイトーなどは直営の大規模店を展開しているから、細々と頑張っている小中規模店はより一層苦しい状況に追い込まれる上に、最終的には閉店という悲しい結果を迎えることがほとんどだから、ゲームセンターの減少が止まらないんだろうな。全体数が減っているにもかかわらず、新しく開店する大型店をよく目にするようになったのにはそういうからくりがあったのね。2023年5月現在、コロナに対する対応が少しずつ変わってきているから、店舗数が巻き返されるのも夢じゃないかもしれないけどな。次にゲームセンターがオワコンかと言われる理由に、家庭用、スマホゲームの普及が挙げられる。ゲームセンターに行くとなると、着替えたりお化粧をしたりして準備をしないといけないものねー。それに比べて、家でできるゲームやスマホゲームは、顔や歯を洗わなくてもできちゃうものね。霊夢、人として歯だけは洗った方が良いと思うぞ。例えばの話よ。ならいいんだが、話を戻そうか。はい、お願いします。今の家庭用ゲーム機はゲームセンター以上にゲーム性能が良くなっているだけではなく、ゲームセンターでしかできなかった対人プレイや、ネット対戦が家庭でできるようになったし、
ゲームセンターの主力だった格闘ゲーム、シューティングゲームを、他の人の目を気にせずに打ち込めるというメリットがあるんだぜ。昔は操作タイミングを間違うと、どこからともなくヤジが飛んでくることもあったわよねー。私がよく言っていたゲームセンターには注意書きがあったわよ。スマホゲームに至っては、無料でこんなゲームができちゃっていいの?と、心配してしまうほどクオリティの高いゲームができる上に、攻略するためのまとめサイトや、効率よくゲームを進める方法などが動画でも紹介されているから、ほぼゼロコストでコスパよくゲームを楽しむことができるようになってしまったんだぜ。ゼロコストでコスパよく暇つぶしができるって最高ねー。でも私、UFO キャッチャーが好きなのよねー。となるとやっぱりゲームセンターは必須ね。そんな霊夢にオンライン UFO キャッチャーを紹介しよう。オンライン?ゲームセンターで実際にやっているような感じで操作ができる上に、ゲットできた商品は自宅まで郵送してくれるというサービスになっているぜ。顔も歯も磨かずに家にいながらここまでできるなんて、ゲームセンターがオワコン化してしまうのもうなずけるわね。さらに今は、欲しい景品があったらフリマサイトなどで、手軽に確実に手に入れることができるようになったから、わざわざゲームセンターに行って、時間とお金をかけて景品を取る理由がなくなってしまったんだぜ。本当に欲しいものがある人たちにとっては、取れるか?取れないか?というワクワク感なんていらないものね。でもメダルゲームはそうもいかないんじゃない?あの大きな機械をオンライン上で操作するって簡単なことじゃないわよ。世界は日々進化しているということを忘れては困るぜ。実はな、オンライン上にあるゲームセンターでメダルゲームができちゃうサービスがあったり、スマホゲームにもそういう類のアプリがいくつも出ているんだぜ。家にいながらオンライン上のゲームセンターに遊びに行く時代がやってきたのか。現実世界からゲームセンターの実店舗が完璧になくなるのも時間の問題ね。メダルゲームに関してはおじいちゃんおばあちゃんの憩いの場ともなっていることが多いから、機械自体が撤去されることはないだろうけどな。知り合いのおじいちゃんおばあちゃんも、オープンして間もない時間帯からメダルゲームに勤しんでいたのを思い出したわ。ちなみに、手が汚れないように面の手袋をしつつ、両手操作でコインを投入するほどの猛者よ。次に挙げられる理由が、ゲーム筐体がとにかく高いだ。筐体って?ゲームセンターに置いてある大型のゲーム機の外装のことだぜ。ゲームセンターのオワコン化を阻止するためには、現代のニーズに合った新作のゲーム筐体を開発、店舗に導入することが必要となってくるんだが、一つの筐体を新しく作るのに500万円から2000万円くらいかかると言われているんだ。わーお、びっくり価格。ゲームの機械って大きいから相当だとは思っていたけど、かなり高額なのね。先ほど、最近の家庭用ゲーム機器の性能が良くなっていると解説しただろ?そんな家庭用ゲーム機器と差別化するためには、ゲームセンターでしか遊べないゲームという、特別感をつけるしかないんだが、そのためには特別な思考や演出が必要になってくるし、手を加えれば加えるほど筐体自体の大きさもでかくなってしまうから、開発費が年々高騰してしまっているんだぜ。良いものを作りたいけどお金はかけられない。開発側にとっては避けられない悩みね。おまけに、頑張って新作を開発したところでそれが絶対にヒットする保証なんてないから、導入するゲームセンター側も二の足を踏みがちだし、思い切っていざ導入をしたところで、導入費用の元を回収できずに、店舗の閉店が早まってしまうことだって考えられるんだぜ。消費者に何がハマるかなんて誰も予想できないものね。それにな、いろいろと工夫を凝らしたゲーム筐体はメンテナンスも大変みたいで、採算がほとんど取れないのが現状なんだぜ。たくさんの人の努力のおかげで、私たちはたった100円でゲームができていたんだ。ゲーム筐体は人気があっても開発側の事情によってサービスを終了することも多い上に、終了してしまった後は、筐体自体がゴミになって処分にも費用がかかるなどの高いリスクもあるから、ゲームセンター側にとっては正直難しい商材のようだぜ。近所に新しくオープンした大型ゲームセンターに UFO キャッチャーがたくさん設置されていたけど、もしかしたらそういう理由があるのかもね。最後に挙げられる理由は、電気代などの固定費が高騰しているからだ。最近の電気代って本当に高いわよねー。先月の私の家の電気代は10万円近くにもなったけど、すべてを電気で動かしているゲームセンターだったらもっとヤバい請求が来てそうね。ヤバいどころか、死の宣告と揶揄している店舗もあるくらいだぜ。
富山県にある300台以上のゲーム機を備えているゲームセンターでは、前年の電気代と比べると、3割から4割も高くなっているとコメントをしているくらいだ。プレイされていない機会もあるだろうけど、いつ来るかわからないお客さんのためには止めるわけにはいかないものね。最新の機械はエコモードが装備されているものもあって、操作してない時間があると、自動的に省エネ運転に切り替えてくれるんだが、一昔前の機械だと、そうもいかずに手動で操作をする必要が出てくるんだ。だけど、そういう機械にこそ人気があって止めることができないのが現状なんだぜ。エコモードを兼ね備えた新作を導入しようにも筐体自体が高すぎて手が出せないし、出したところで元を取れる保証もない。おかげでいつまで経っても電気代がかかりまくる、古い機械を置くしかない。いろいろな要因が見事に絡み合ってるわね。高騰している固定費には電気代の他に景品の原価や人件費もあるようで、ゲームセンターにとって苦しい日々が続いているぞ。何かしらの対策ってできないのかしらね。私、少しくらいの値上がりなら受け入れるわよ。そうなると筐体自体の設定をいじらないといけなくなるし、ワンプレイ100円でやってきたゲームがいきなり300円とかになっても、今まで通り遊んでくれる人がどれだけいると思う？そうよね。そうならないためにもエアコンの設定温度や、起動タイミングなどを細かく調整して少しでも節約をしようとしたり、直接ゲームセンターに来なくても店のためにできることを SNS で提案して、協力を仰ぐ店舗もあるんだぜ。ゲームセンターを救うにはお金を入れてゲームをするしかないと思ってたけど、行かなくても手助けできる方法があるのね、知らなかったわ。ざっくり探しただけでも、公式店舗がアップした YouTube 動画などの動画を視聴する、店舗限定のグッズを購入する、店舗キャラクターの LINE スタンプを購入する、店舗が公開している有料記事を購入する、などの方法が見つかったぜ。よく利用している店舗があったら進んで協力していきたいわね。かつては最先端の技術が用いられて輝きを放っていたゲームセンターだが、現在はどうしても厳しくなってしまう時代の流れだよな。面白いゲームがあることも重要だけど、好きなゲームを通して他人と趣味を共有できたり、そこで仲良くなった人と深い交流を交わすためにゲームセンターに通う人もいるかもしれないのに、このままオワコン化していくのは悲しい以上に寂しいわね。苦しい状況の中、店舗側も試行錯誤を凝らしてゲームセンター存続に力を入れているから、私たちは自分にできることで応援していこう。そうとわかれば早速ゲームセンターに行ってくるわ。今日は使って使いまくるわよー。霊夢、ご利用は計画的に。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。